ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画はプロデュース101ジャパンシーズン2動画第2弾、元サンリオダンサーがガチで選んだダンス選抜11人をご紹介していきたいと思います。バッとバツ丸のバツ丸温度でセンターを務めた私パクユーが、練習生100人の課題曲ダンスパフォーマンスを全て見た上で、特にパフォーマンスが素晴らしいと思った、ダンス選抜11人を発表していきます。選考の様子は右上の情報ボタンからアクセスできる生配信のアーカイブで、確認することができます。そちらもぜひご覧ください。元サンリオダンサーなんて言っちゃいましたが、これ嘘じゃないんですけれども、僕ダンスは素人です。釣りタイトル、申し訳ございません。前回、ボーカル選抜11人を動画で発表したんですけれども、その動画とは違って、今回はダンスは素人の音楽家の目線で、いいなっていうふうに思った11人を選ぶとどうなるのか、音楽的な感性の応用で、どれくらいダンスの実力っていうのを見極められるのか、実験のようなものだと思ってください。おそらく YouTube で、プロのダンサーの方が、練習生のダンスに触れている動画、いくつも見つけることができると思います。そういったものと比べて、楽しんでいただけると嬉しいです。この人こんなこと言ってたよみたいな情報をお持ちの方はぜひコメントで教えてください。僕もそういったものを見て楽しみたいと思います。選んだ11人の、どこがいいと感じたのかっていうのももちろんお話ししていくんですけれども、細かいことは正直よくわからないので、ボーカル選抜ほど、詳しくは言及できないと思います。その代わり、素人が100人のダンスを見比べてみて分かったこと、感じたことの総括っていうのを最後にお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。このチャンネルは、音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。それでは、早速発表していきましょう。まず1人目、田島翔吾さん。ダントツでかっこいいと思いました。つかめという、課題曲のパフォーマンスにおいては、他の99人と、かなり差があるなと、やや味付け濃いめのダンスにはなっていたなっていうふうに感じたので、もしかしたらそれが好みに合わないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、11人の選抜に入ることに異論はないでしょう。実は僕ボーカル選抜でも田島さんを選んでいて、よっぽどのヘマをしない限りは、このまま田島さんはデビューしちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。2人目、尾崎匠さん。尾崎さんもボーカル選抜に選んだ人なんですけれども、とにかくアイドルとしてのパフォーマンスとして、すごく完成されてるっていう感じがしたんですね。ダンスのテクニックとか動きのキレの部分で尾崎さんよりも優れている人っていうのは何人かいたと思います。で、今回の選抜は、ダンスの印象だけで選ぼうっていうふうに思ってやってはいるんですけれども、それでもやっぱりボーカルパフォーマンスの印象っていうのは頭から完全に消し去ることできなくて、絶対選抜には入れたいなっていうふうに思いました。ただ、ダンスの動画から先に見ていたとしたら、もうちょっと後ろの方で名前が挙がってたんじゃないかなっていうふうに思います。3人目、岡田レオさん。16歳、17歳、18歳と、高校生の年齢にあたる、練習生を若手とした場合、その若手の中で一番こう余裕があって見せるダンスをしていたのが岡田レオさんだなっていうふうに感じました。細かいところのシルエットがすごく綺麗だなと、なんかダンスエリートなんだろうなっていう感じがすごくしました。続いて4人目、テコエ雄星さん。今回100人を見た時点で25人くらいいいなっていうふうに思った人がいて、でそっから全然絞れなかったんですね。細かい違いとか差っていうのがよくわからないし、ボーカルパフォーマンスの場合はその自由曲の1曲のパフォーマンスを見て、あ、きっとこの人こういう曲歌ったらこうなるんだろうなとか、こういう、音楽人生、ボーカリストとしての人生を歩んできたんだろうなみたいな、そういうこともこう予想できたんですけれども、ダンスに関してはやっぱ素人なんで、こう今見せられてるパフォーマンス以上のものっていうのがなかなか読み取れないと。じゃあ、消去法じゃなくて、この人いいな、この人絶対入れたいっていう人から選んでいこうっていう風に選んでいったんですけど、テコエさんのパフォーマンスっていうのは見ていて一番笑顔になれるパフォーマンスだったっていう風に、思います。それがすごく印象的だったので4人目に選びました。続いて5人目、阿部はじめさん。
最初に4歩こう前に足を踏み出す振りっていうのがあるんですけれども、そこで歩幅と前後のこうポジションの調整を一番あからさまにやってたのがこの阿部さんだったんですね。そこに気づいて、この人ちゃんとダンスやってるんだろうなっていうふうに思ったんです。自分の中でこの位置に痛いとか、この振りで右に行くから左に行くから前に行くから後ろに行くからこうしようみたいな、まあプランニングっていうのがしっかりできてるのかなと思ったんです。逆に言うと、まあもうちょっと自然にやれよと、あのみんな自然にやってるぞっていう話なんですけど、全体的にすごく丁寧なダンスパフォーマンスと相まって、僕にはすごくポジティブに映りました。素人にもバックボーンが見えたっていう感じがして、いいなと思ったので選びました。続いて6人目、西ひろとさん。100人の中でつかめのダンスとしてはちょっと違和感がある、なんかちょっと変なんだけどキレキレだよねっていう人が、まあ、何人かいて、きっとこの人得意なダンスが他にあるんだろうなみたいな、あのそう思わせる人がいたんですけれども、そういった人の中、そういったタイプの中で一番好みのパフォーマンスだったのがこの西さんでした。得意なダンスっていうのをぜひ見てみたいなっていうふうに思いました。続いて7人目、中村斗真さん。まあね、もうこの7人目8人目ぐらい、この辺からもう決められない、もういい意味でもう誰でもいいみたいなね、あのそういう感じになっちゃってるんですけど、中村さんは動きがすごく滑らかで派手さは感じないんだけど、なんかめっちゃこう拍に気持ちよくバシッて決めてくるダンスだなっていうふうに思ったので選びました。続いて8人目、堀聡太さん。この人のダンスはすごくお手本っていうか、まあ、元の振り付けに忠実な気がしたんですね。100人の練習生のダンス見ていくと、意図的にこうアレンジを加えてる人とか、振り付けに対してちょっと解釈が違うよねっていう人っていうのも結構いて、見本と比べて見た時に、あ、この手の位置違うよねとか、この拍の取り方違うよねとか、細かいところいっぱい出てくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。そういう見方をしていった時に、堀さんのダンスはかなりお手本に近いんじゃないかなと、あのそこがすごくポジティブに感じられたので選びました。続いて9人目、木村正也さん。全体的になんかすごく省エネダンスだなっていう印象は受けたんですけど、省エネでありながらその中でちゃんとやることはやってるなっていう感じがして、まあ、センスがあるのかなっていうふうに思ったので選びました。続いて10人目、西島蓮太さん。若手枠の中で体がものすごく大きくて、ダンスがすごくダイナミックに見えました。最後の1人2人なんていうのはもう本当にもうこの人でもいいしこの人でもいいしみたいな感じだったんですけど、まあ、となるとやっぱ若い子は気になるよねっていうことで、西島さん選びました。最後11人目、藤智樹さん。なんかすごく可愛らしいパフォーマンスだなっていうふうに思ったんですね。あのすごく楽しそうにも見えたし、印象に残ったので最後の一人として選びました。今回素人なりにめちゃくちゃ真剣に100人のパフォーマンス見ました。ボーカルパフォーマンスと違って全部同じ曲っていうことで、もう途中から気が狂いそうって感じだったんですけれども、まあ、やってみて思ったのは、オーディションを勝ち抜くにはもうズバ抜けていいっていう上位5人に入らないとやっぱいけないんだなっていうことですね。そっから先はもう運だなっていうふうに思いました。どういう順番で見るかによっても全然印象って違うし、やっぱり集中力っていうのはこう後の方になっていくとどんどん落ちていくなっていうふうにも感じました。このプロデュース101ジャパンシーズン2っていうのは、専門家によるオーディションではないので、また全然違う価値観でメンバー絞られていくんだと思いますが、運も実力のうちっていうのはよく言ったもんだなと。あとは、動画の中でも言ったように、ある程度こう経験を積んできたボーカルに対してのこう選考とは違って、ダンスに関しては僕素人なので、今見せられているパフォーマンスの土台となっているものとか、その先っていうのを想像するのがすごく難しかった。僕が11人の選抜に含めなかった人の中にも素晴らしいパフォーマンスをした練習生たくさんいたと思います。まあそういった人たちのことを思うとちょっと申し訳ないなっていう気持ちもあるんですが、まあここまで真剣に全員を見てる人っていうのもなかなかいないんじゃないかなと。実際はもっとこう第一印象っていうのが重視されて、
特に推してる3人4人以外はまあなんとなく雰囲気とか、まあ、適当に選んでる人っていうのも結構いると思うんですよね。そんな中で、僕の作った、ボーカル選抜ダンス選抜の動画が、練習生一人一人のパフォーマンスに改めて目を向けるきっかけになれば嬉しいなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いいたします。投票期間は残りわずかです。僕はちなみに、投票はしないつもりです。でもこんな感じでいろんな動画アップして、このプロデュース101ジャパンシーズン2楽しんでいきたいなと思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。また明日。